ハノイリビングの田口です。今私がいますのは、リンラン通り、春和エリアにありますリンラン通りですね。はい、そこは匠の前はセミゾンスーパーさんのリンラン通りですね。できました。はい、で藤井マッサージさんもオープンしたかな、大丈夫かなっていう感じですけども、はい、この皆さんご存知のリンラン通りですが、このリンラン通り沿いにできました。1階にね、トミブンさんのリカーショップが入ってます。ジャパニーズ酒って書いてますね、リカーショップ。この建物のこれですね、はい、サービスアパート、これを今日ご紹介します。横はビンチっていうね、イタリアンの、はい、パスタハウスがあります。はい、ここね、1階はトミブンのリカーショップさん、2階は賃貸のオフィスさん、70平米のオフィスが入ります。で3階は、オーナーさんの事務所が来て、4階から上なんで、よく見ていただければビンチさんの屋根は、3階までなんですよね。で4階見ていただければ上側面に窓がついてますね。つまりこの建物は両サイドの側面にも窓がつくんですよ。はい、これがね、ちょっと説明の中でも私ぐらぐら喋ってますけど、はい、旅行に窓が来るっていうね。だから入り口部分と通り側と反対側と、でその両側面にもね、こんな風に窓が来る。だからこの部屋めちゃくちゃ明るいんですよね。めちゃくちゃ明るいんです。はい、このサービスアパート、はい、ワンベッドルームとツーベッドルームがありましてね、ワンベッドルームは1000ドルを下がる、まで行きません。1000ドルを抑えて、ぐっと抑えてくれてます。ツーベッドはちょっと高いんですけどね。はい、じゃあどんな感じか、これから中にね、紙が行きたいと思います。このオフィスの建物の2階に来まして、ここねオフィスなんですよ。ちょっと見てください、これ平米数が70平米ぐらいですね。はい、もう綺麗に内装も終わってて、あとなんか机入れてすぐにも使える感じ、うん、分かりますかね。そこがリンラン通りですね。リンラン通りで、ここの1階がトミグンさんがね、リカーショップをオープンされてます、この真下。はい、でこうコの字のような感じになって、エレベーターホールから降りて、ガラスももう全部施工もしててね、入り口も作ってる。はい、でここの方を利用するためのお手洗いなんかもそこにちゃんとあるんですよ。わかりますかね。でこれぐらいの、まあ、ちょっとコの字になってるっていうかね、コの字のこの広さ、70平米だと言ってます。はい、70平米。はい、これいくらだと思います、家賃。まあ概要欄見てください。はい、なかなかな金額、安くしてくれてます。はい、エアコンもね、もう全部内装終わってます。2つ入ってますね、ダイキンのエアコンが冷暖房完備。はい、ちゃんとビルトインでもう施工も終わってて、今テナントを待ってる状態。はい、どうでしょう、裏側もこれね、窓がつけてますよね。隣は迫ってはいるんですけど、くっついてないですよね。はい、でこれね、私さっき、4階撮影した時に1階下、ああもうこの下壁だから無理だって言ってましたけど、アパートは4階から上しかないんですよ。1階がトミブンさんが借りてらっしゃるリカーショップ、2階がこのオフィス、はい、オフィスここ2階です。で3階はオーナーさんの事務所が入ってますから、4階から上がサービスアパートなんですよね。なんで4階は両方に窓が来ます。両サイドに窓が来るので、今はここはもうね、横には窓来てませんね。はい、来てないんですけど、向こう側と、はい、反対側の通り沿いと、はい、その向こう反対側とがこう窓が来ると。もちろん開閉もできます。でそこはね、大きなシャッター見えてますよね。はい、これはね、夜の11時には閉めるって言ってますんで、まあここオフィスを使う場合に、はい、ここのシャッターの開閉をどうするかっていうね、そこの問題が出てくるかなと。ただここ主営さん24時間いますから、言えば開けてくれる、うん、それは大丈夫です。そこは大丈夫ですね。はい、まあ鍵を渡してくれるかどうかっていうところの問題があるかなと。急な用事があって夜中にここに入ってこなきゃいけなくなるっていう場合は、果たしてどうなるかっていう話し合いとかは、これからつけてこのオーナーさんと話をしないといけないかなということですが、はい、リンランのど真ん中に70平米のこのまとまった内装もほぼほぼ完成しているこの机をどうするか分かりませんよ、分かりませんけど、はい、このフロアがあるっていうことです。はい、平米単価から家賃は概要欄を見てください。
入れますので、はい、こういうまとまったスペースがあるということですよ。どうでしょうかね。2階です。2階、はい、ちょっとねどんな感じかね、また細かい、条件は入れておきます。概要欄で入れておきますので、はい、確認をしてください。まだオーナーさんもね決めてないと思います。どういうふうにして貸そうかなって今考えていらっしゃるような状況みたいですね。はい、林南の通り沿いにあるですね、はい、オフィススペース、70平米のオフィススペースがあるということを、そういう皆様に今日はねお伝えしておきます。はい、細かい交渉はこれからやっていきますので、ご希望であればリクエストいただければ交渉しますので、はい、以上でレポート終わります。ちょっと補足もう一度しますね。ここ今シャッターは開いてる状態ですね。今シャッター開いてる状態で、住民の方にねこの大きなシャッターのリモコンの、開閉するスイッチは、残念ながらねお渡しできないんです、やっぱりね。ただここに守衛さんが住み込みします。はい、住み込みします。ここに、まだ今ベッド置いてませんけど、ベッドを入れてここにもう24時間監視用にいていただくんですね。で今ここ見たら分かりますけど、外にねもしシャッター閉めて立ってる人が見ればすぐに開けますよと、そういうふうな見方ができますと。ここで完全に管理してるんですよね。はい、守衛さんはねここで本当にお酒飲んで寝ちゃったらもう起きないじゃないかっていうね、それはもう常に悩ましい問題はあるんですけど、はい、見ていただければ分かりますが、ここのシャッターも大きいんですよ。この上からぐわーっと下ろしてここまで来るんですよね。ここまでこのバイクとか置いてたら邪魔になるから置けないんですよ、夜はね。はい、このシャッターのリモコンはさすがにちょっと住民の方には渡せない。ただ、はい、この2階今見ましたオフィスの方は特別、オフィスの方は夜とかね入ってこなきゃいけないから、その方だけにはこのシャッターの開閉のリモコンスイッチはお渡ししますと言ってます。70平米のオフィスね。はい、で富文さんなんかも多分渡されているんじゃないかなと思うんですけどね。ここお酒、富文さんのリカーショップできたばっかりですね。できたばっかりの、今2021年の11月です。10月に今完成したばかりの、サービスアパートですね。はい、このシャッターのリモコンに関してはそういう形で住民の方には渡せないんですけど、守衛さんが監視カメラでしっかりと、はい、この監視カメラで見ているので、でまた住民の方の数も、ね、そんな多くないですから、大体、ね、全員が帰ってきたかどうかもちゃんとチェックしますよと言ってはくれてます。